コンコルディア神殿は、ローマ神話の和合の女神コンコルディアを祀った神殿で、フォルムロマヌムの生誕にあった。長い間ローマ市民同士が争う時代の後、紀元前4世紀に平和への誓いを込めて建設された。その後も何度も、破壊と再建を繰り返し、最後に再建されたのは、紀元7年から紀元10年のローマ皇帝、アウグストゥスの治世下で、ティベリウスが行ったことが、 大プリニウスの博物詩に記されている。1450年頃完全に崩壊し、石灰用として使われ、大遺跡は健在に流用された。文献によれば、紀元前367年、マルクス・フリウス・カミルスが、ルキウス・セクスティウス・ラテラノスのリキニウス・セクスティウス法・ポー、制定とそれによるパトリキとプレブスの和解を記念して建てた。ただし、 最初の建設時期については議論もある。ティベリウス・グラックス暗殺後の紀元前121年、最初の再建が行われた。ローマ国家の調和を育む中心地として頻繁に使われ、時には元老院の議会もここで開催される場合があった。キケロが4回目のカティリナ弾劾演説を行ったのもこの場所だった。紀元7年から10年。 アウグストゥスのママ子だったティベリウスが再建を行い、限られた敷地の有効活用を図っている。ティベリウスは、紀元12年にも再封建したとみられている。この再建では、大理石を豊富に使い、装飾も豪華にし、ティベリウス自身が保有していたギリシアの絵画や彫刻などの美術品を飾った。展示された美術品は、ダイプリニウスが博物史に列挙しており、 さながら美術館のようだったと見られる。カンピドリオの丘のふもとにあり、パブラリウムに隣接していたため敷地が限られており、建築にもそれが影響している。古代ローマの神殿は方形ならば、奥行きの方が幅より大きいのが一般的だが、この神殿は幅が45メートルで、奥行きが24メートルであり、ポルチコもそれに合わせて横幅が広く、奥行きが狭い。 内陣の壁には連続した台座からコリント式円柱が並んで突き出しており、柱と柱の間のオーブが壁岸になっていた。柱の中東には渦巻き、飾りの代わりに飛び跳ねているお羊が彫刻されていた。今は基礎部分しか残っておらず、一部はカンピドリオに登っていく道路で覆われている。コンコルディアの主神殿としてローマ帝国各地にこの神殿を模した。 コンコルディアの神殿が建設されたと見られており、2002年メリダでの発掘でその神殿と思われる遺跡が見つかっている。ありがとうございます。